Bonjour! Online Fulanzu Go Gakko Ensemble en français 講師のヴァネッサです。今日もとても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。あ、う、頭が痛い。昨日、友達とパーティーをして、ちょっと飲みすぎてしまいました。はあ、そうです。二日酔いです。さて、私は二日酔いです。フランス語では何と言うんでしょうか？ J'ai la gueule de bois.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 直訳すると、私は気の口を持っています。お酒を飲みすぎた翌日は、脱水症状で、口が気のように、カラカラに乾いてしまうから。このように言うそうですよ。お酒を飲むときは、気の口を持たないように、ほどほどにしましょうね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、Ensemble のレッスンでお待ちしています。Au revoir! À bientôt!